やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。さて、今回は HZ から新商品がやってきた、HZ ウェイストドラム、腰にくくりつけて演奏するタイプの、ちっちゃな太鼓、腰鼓の名前を冠するイヤホンだ。その名称の理由は、なんとなく本体を見れば想像がつく、小型のドライバーを採用し、小柄に仕上がったハウジング、そして、どことなく太鼓を連想させる、筒状の形、うん、腰鼓だこれ。メーカーについてちょっと先に話そうか。今回、ボイストドラムを発売した、HZ サウンドは、中華イヤホンを追いかけている人には、結構聞き覚えのあるブランドだと思う。というのも、このブランド、同じ価格帯で傑作、ハートミラーを発売したことで、マニアには知名度のあるブランドだ。ハートミラーは、5000円周辺の低価格帯に、初めて上級機と比べても遜色のないカーボン系ハウジングを搭載したイヤホンとして投入され、有名になったモデル。表面仕上げの本体、リケーブル可能な端子を備えて、本体も 10mm ドライバーを搭載したモデルとしては小柄で、取り回しも良かった。何より優れていたのが音色、サブベースから高音域まではっきりと出力し、全体的には高音が特にきらめくバランスだ。発売当時に耳の奥にゴリゴリ押し込みすぎて、ポジションの関係でドンシャリと評したのは秘密な。でも、ドンシャリとも感じられるくらいに重低音までしっかりと鳴らしつつ、美しい音色を持っていたのは事実。また、最近は、趣向を変えて、開放型のインイヤー型イヤホン、HZ サウンドベルライムも登場。こちらも大変バランスの取れた一台で、ちょうど同時期に発売されたナイス HCKAB2S と並んで、今年低価格で開放型買うならこれだなぁ、と思うくらいに素晴らしい一台だった。そんなわけで、今のところ、10mm の密閉型イヤホン、ハートミラー、そして、開放型、ベルライムに続いて登場した、今回のウェイストドラムも、めちゃくちゃ期待の集まる一本となっている、先にネタバレする、その期待にはがっつり応えてきたぞ。ウェイストドラムは、6mm の振動板を採用した、1ダイナミックドライバーのイヤホンだ。今のところ、HZ サウンドは、この価格帯に投入するイヤホンについて、すべて1ダイナミックドライバーだが、どれもこれもそれぞれ個性を持った、面白いイヤホンばかりが並んでいる。ハートミラーは、10mm の直径と、低音よりの表現が得意になりがちなサイズ感を、高質で反応が良いカーボン系振動板を用いることで、超高音域までシャープに鳴らせる、非常に得意な範囲の広い感触系イヤホンだった。今回登場したウエストドラムは、6mm と、物理的にかなり異なるドライバーを採用している。あくまで個人的な印象なんだけど、いかにチューニングが違えど、やっぱり物理的に 10mm と 6mm のドライバーだと、低音域側の表現がかなり変わりがち。また、小型のドライバーの方が、高音域の表現が得意なことが多く、このウエストドラムも、先に登場した名作、ハートミラーに対して、同様の傾向を持っているのかなー、なんて考えていたんだけど、ウエストドラムは、外装、ドライバーともに、ハートミラーとは、かなり違う特徴を持つ。外観は、ウエストドラム、ハートミラー、ともに鏡面メッキ仕上げなんだけど、ハートミラーが亜鉛合金を採用していたのに対し、ウェイストドラムは削り出しのステンレス製だ。ステンレスで似たようなサイズ感のイヤホンというと、ファイナルの E3000 が有名だな。一見同じような金属でも、重量や印象で結構聞いた時の感想は異なる。また、振動板の素材も、カーボン系の素材を採用していたハートミラーに対し、ウェイストドラムはポリマー系の複合振動板。ハートミラーの小型版、と考えてしまいそうだけど、一から設計してることがわかる。また、背面は大きく開放されていて、半開放型を謳う構造になっているぞ。開放部は、ドライバーの前に、ボディの下部にピンホールが一つと、大きくドライバーの背面が開かれた、背中の部分のメッシュパーツ部分だ。結構以前の中華イヤホンは、この背面開放部が丸々偽物、ということもあったんだけど、ベルライムの場合、背面からしっかりと音が漏れている、半開放型の謳い文句は間違いないみたいだ。メッキ加工が施された本体はなだらかで、どんな人でも安心して装着できる。大型のイヤホンが苦手な人でも安心だ。ステンレス製の本体は、若干重みがあるけど、違和感を感じるほどではないな。リケーブル端子は、非埋込み型。というか、半ば剥き出しの2ピン端子、ケーブルを選ばない、扱いやすい端子となっているぞ。付属ケーブルは耳掛けガイドがついていない。そのまま垂らして装着しても、タッチノイズはほとんど感じないけど、好みによって耳掛け装着することも可能だ。付属の透明な銀メッキ線が、本体の鏡面加工と雰囲気が合ってるな。ハートミラーの時とは、線材が変更になって、より取り回しを重視したものになったぞ。低価格ながら、高級感を感じるデザインとなっている。正しい意味で、良い中華イヤホンだ。なんか最近変なのばっかり触ってたから余計身に染みるな。というわけで、全体を見ると、
外観、内装ともに丁寧に設計された、価格以上の質感を持つ、シルバーの小型ドライバーを採用した、1ダイナミックドライバーイヤホン、というのが、このウェイストドラムの印象。外装も丁寧なので、出てくる音色にも期待が高まる。肝心の音色について話していこうか。小型ドライバーらしく、高音側の歪みが少なく、気持ちよく聞ける音。また、背面の解放度が高いからか、高音はよく伸び、抜けが良い、装着感も軽く、違和感なく長時間扱うことができる1台だと感じたな。小さな1ダイナミックドライバー機で心配になるのが、低音域、特にサブベースよりの表現力なんだけど、ここもしっかりと重量感のある鳴り方、インパクトや圧力をしっかりと感じられる力強いもので、小さいながら太鼓の名前を感じてるだけある。ただし、10ミリドライバーの方がやっぱりパワフルさは感じるな。超低音域に関しては、ドライバーがでかけりゃでかいだけ良いけど、6ミリの中ではかなり強烈な方だと感じたぞ。空間は適正に広く感じる。背面開放のおかげか、音が跳ね返ってきてる感じがないので、さっぱりと開放空間で聞いているような聞こえ方だ。また、ケーブルを耳にかけて装着した場合、軽く装着しても簡単には外れないので、よりライトな装着感で、長時間扱うことができる。割としっかりと力強い音が出るし、高音域もはっきりと出るんだけど、カーボン系だったハートミラーと比較すると、極端に解像感が高く、感触傾向が高いわけじゃなくて、非常に丁寧に作られた、程よいバランスのドンシャリ機、というイメージだ。外使いしてもいいし、勉強や仕事のお供に、ずっとつけてても気にならない装着感と、パワフルなんだけど、聞き疲れしない音質を持っている。ずっと使っていられる一台に仕上がっているぞ。弱点らしい弱点はないんだけど、何度も言うけど、ハートミラーとはかなり異なる一台なので、装着感の良いハートミラーを求めている場合はちょっと違う感じになりそう。というか、あのカーボン系ドライバーは10ミリ以上に小さくすると、同じような音が出せない気がする。ウェイストドラムは、小型ドライバーながら、しっかりと沈み込みも表現できる一台で、きっと、耳にずっと違和感を感じさせない仕上がりだ。ゆっくりと使うもよし、意外としっかり聞き込めるポテンシャルもある。ただ、やっぱり、がっつり聞き込むなら、HZ サウンドの中ではハートミラーも良いな。どちらも上位階の関係ではなく、温かみや沈み込みまでしっかり表現できる、厚みのある音色が出せる小型ドライバー機、という点で、表面仕上げの丁寧さも含めて、安価なウェイストドラムはかなり気合の入った1台であると感じられたぞ。あ、そうそう、商品ページで写ってる女の子のカードが入ってる。パッケージは真面目。でもカードの印刷がちょっと荒い。ここら辺、女の子をデザインしたものの、ちょっと HZ が困惑してるところが察せられて面白い。別でアクリルスタンドでも作ったら喜ぶそう。ダイソー、何派ともあれ、きちんと低音域までパワフルで、高音域も温かみがありつつ抜けが良い、そんな一台に仕上がっている。 HZ が好きな人から、ショーケーキを探してる人、見た目が綺麗そうだからという人に、普段使いのショーケーキを探している人にまで、おすすめだぞ。こんなところだな。 HZ サウンドの低価格モデル、全くハズレがない。のんびり使う一台も選択肢が増えて困っちゃうな。あ、そうそう、国内で話題になってるムーンドロップクワークスとも軽く比べておくと、価格分、ボイストドラムの方がボーカル帯域以外のメリハリで優れてる感じ。クワークスもバランスが良く、特にボーカルが優秀な一台だけど、他の帯域に物足りなさを感じたら、ウェイストドラムを検討してみてくれ。といったところで、今度こそ今回はここまで。